はい、こんにちは、ブルホスです。本日もね、バイオハザード4をやりながら何すんの、ごめんなさい、やりながら別に何もない、あかん、どうしてもバイオ6の時のね、なんか人生相談の雰囲気がちょっと残ってしまってたんで、いやいや違う、普通に、なんか雑談しながらね、ぼちぼちやっていきましょう。はい、そんな感じだね。もう前回本当申し訳なかったですね。もうなんであんなところで3回も死ぬんだよっていう感じだったよね。本当もう大統領のミサイルにちょっと見とれてしまってたがゆえに、もうなんかボッコボコになってね。なんかね、本当聞いて、いやでもこれはちょっとマジでなんかないなと思ったのが、普通に構えるじゃないですか。マウス操作なんですけど、マウス操作でこう、右クリックを押すと銃をパッと構えると、で、左クリックで銃を撃つっていう感じですけど、右クリック構えた瞬間になんかレオンがラリるんですよね。なんか薬やってんのみたいな感じでうわなっちゃってんで、もうそれでね、ちょっとぐるんぐる回ってたせいでもう終わったみたいな、そんな感じだったんですよね。いやー、あれはなかなか操作感が、これはもう慣れていくしかないっすね。まあちょっとね、あらぬところでお亡くなりになられるっていうのがちょっと続いちゃっていますんで、ここはちょっと自重しちゃダメに、もうより暴れていかなきゃいけないんで、ちょっとね、頑張りたいかなと思いますね。はい。で、またちょっと続いて、エルヒガンテさんね、元プロレスラーの、なんか、巨大化しちゃったやつがね、もう巨大化ウイルス注入って、いつも思うけど、なんか、戦隊ものあるじゃないですか。最近、まあ戦隊もの見てない。てか最近見てたらやべえんだけど、僕、メガレンジャーが一番好きで、で、ビビデビっていうキャラがいるんですけどね、なんか幹部みたいなやつで、ネジレジアっていう、その、なんか、悪の組織がいて、で、そのビビデビっていうやつが、なんか、一回やられた悪怪人たちを、こう、ガブ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 って食べることによって、で、なんか、巨大化ウイルス注入って言って大きくするんですけど、なんで、そのいろんなさ怪人たちって一回やられたらさ、そのままやられないでさ巨大化するんだろうなって、初めから巨大化してた方がなんか強いんじゃないって思うんですけどね。一回その小さいっていうか、人間サイズでねやられて、そっからパワーアップしてってなるんだったら、初めからパワーアップしてた方がいいんじゃないかなって思ったりはしたんですけどね。まあちょっと尺の都合なのかっていう制作者サイドの話をしたりとか、まあ、もしくはちょっとそれをやってしまうと、もう二度と元のサイズに戻ることができない、まあ、命を削るようなやつだから、まあ、あえてそうならざるを得ないかとか、そんな感じなのかな。どうなんだろうね、そこら辺。いや、難しい話だよね。どうかな、確かにな、一回でかくなっちゃって元に戻れなくなるっていうことを考えたら、確かに俺も嫌だわって思うもんね。ってなったら怪人の気持ちはよくわかる。はい、ちょっとごめんなさい、ぼちぼちと買い物をしながら、やっぱね、これストックがないとなかなかね、普通にめんどくさいっていうか、なんか腰に構えて打つマシンピストル、標準当てづらいんだよね、ブレるし、って考えたらやっぱこっちの方がいいかな。ね、いや本当ビビデビ懐かしいな。シボレナっていうね、セクシーな女キャラが出てくるんですけど、AV 女優ですからね。でどんな AV 出てたのかなって思って調べてみたら、先生に襲われ、なんか引きこもりの女性との役で、で心配して見に来た先生が浴場して襲うみたいな、そんな感じでしたね。あとね、シボレナのキャラ自体がね、かなり際どいというか、もはやもうもろ出しなんで、アシュリーよりもね短いスカート履いてた。だから角度によってね、銀のパンツがずっと見えてるっていうね、そういうなんかキャラ設定でしたね。あとはしぼれなでしょ、であと歪んでっていうね、なんかバーニング歪んでとか、なんかそんな出てくるんですけど、歪んでと、あとまあボスの名前はねじれじや、まあ、鮫島教授っていうのだけ覚えてるんですけどね。でそれに出てくるそのメガレンジャーっていうのを作った人が久保田博士っていう人がいるんですけど、その久保田博士っていうのが有名でいくと、あれだね、なんだっけ、踊る大捜査線に出てくるなんか所長についてくるなんかサンバカトリオみたいな、所長を含めてサンバカトリオっていうじゃないですか、それの一人なんですよね。なんて名前だったかな、なんとかアキラさんとかだったっけな、ちょっともう名前忘れちゃいましたね。踊る大捜査線で言ったらね、僕はねもうちらっとしか出てこないけど、やっぱり一番好きなのは塚山雅音さんですかね。まあ、なんか警視庁かなんかそんなキャラだったと思うんですけど、室井捜査官のね、おお、どこやるんだろう、OKOKOK、 じゃあこれで下がって、
全部打ち込んで、あれこれこれ大丈夫、ああ4時のボール。ここはね、岩さえぶつければね、そんなに苦労するようなキャラじゃないからね。キャラキャラエルフィガンテじゃないですからね、うん、ああほら終わった、やばいやばい、ちょっと足で潰されないでね、来て来て来て、逃げろ逃げろ、オッケーオッケーオッケー、セーフ。これでやられたらシャレになんないからね。OK、 じゃあ行きましょうか。これほんとこっち行った方がいいよ。あの初見の時はね、2周目とかでね、たまに余裕が出てきましたとか、プレイに余裕出てきましたとかだったら左行ってもいいかもしんないけど、でもシンプルにね、多分ね、倒した数と使った弾薬を考えたらこっちの方がお得なんで、楽だしお得だよねっていう話だと思うんだよね。うん、さてさて、でこっからはちょっと村長をぶちのめしに行きたいんですけど、村長をぶちのめす手前で終わるか、村長をぶちのめしてもうチャプターを終わらせるところまでやってしまうかっていうところなんだけど、どっちがいいかな。まあ、ちょっと尺の都合上で考えていきたいと思います。とか本当にあれだね、やっぱ武器こんなに持ってたらあれなのかな、どうかな、マシンピストル、まあ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 、でも今回はこれでやるって決めたんでね。で多分もう間もなくあのあれも広がるからね、きっと。あ、ちょちょちょ、ちょっと待って待って、なんで50発と8が逆になってる、これ、それはダメダメ、逆逆、ちょ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 、あのね、未だにね、あのアイテム操作が慣れない。なんでこれバックスペースでやるようになっちゃったのかな。もうちょっとね、Q とかでねできるようにしてくれてたらすごい楽だったんですけど、そういうわけにはいかないみたいなんでね。いやー、なんかあの最近あの昔見てたゲーム実況とか結構ハマっててですね、あの僕の中ですごく好きなのがあのムジラの伝説、あ、ムジラそんな伝説ない、違う違う、ゼルダの伝説ムジラの仮面 の、 あの最短フルコン講座っていうのと、あの3日間攻略講座っていうのをやられている人で、アリポンさんっていうのがニコ動でいるんですけど、あれめちゃくちゃ面白いよね。あの面白いよ、あの異名が黙ると死ぬ男って書いているやつがあるんですけど、本当にずっと喋ってるんですよね。あんなで、しかも結構ね、あのそのなんかアホ、ほんまにアホなトークとかじゃなくって、結構その難易度高いトークしてるんですよ。そので、あのキャラクターの背景とか、そのステージの作りとかっていうのが、なんかそのなんか射出点、照射点とか、なんかそういう話とかしたりとか、かなりね深い話をされてるんで、相当頭いい方なんだろうなと思って。でこれいつくらいの作品なの、あ、いつくらいに投稿を上げられたもんなのかなって見てみたら、なんかねシンプルに7年前、違うな、10年前と7年前の作品だったから、作品じゃねえ、あの投稿だったから、もうだから大学生の頃とかなんだよね、僕はね。うん、だからもうそんな前になるのかって思って、でまあ一通り見終わったんですごい満足してるんですけど、あのくらいトークが面白くて上手くて、でかつね、あの適度に笑いも混ぜられてっていうのだったら、あれは最強のあれだ、あの実況者さんだよなと思うんですよね。まあ、最近多分まああの本業がお忙しいのか何のかちょっと分かんないですけど、まあ、残念ながらもう投稿は2017年くらいは最後にも上がってないのかなっていうところではあるんですが、うん、まあそんな感じですよね。さてさて、じゃあ続いてこの辺りの周辺は特に何もなかったかな。まあでもあの人はね、そのゲームの解説っていうのも含めてやってたんでね、だからその辺りがね、あの多分言葉がペラ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 出てくるもんなのかなとは思ったりしたんですけど、僕の場合はあの別にそのバイオの4の解説とかも別にしてるわけじゃないし、そのあのこれに関してはあのただただ雑談をね、さっきのなんか絞れなとかねメガレンジャーとかそういうのやってるだけなんでね。あ、そうそう、ちなみにあのメガレンジャーで、ね、メガブルー役をやってた人はね、もう終わっちゃったけど、あの山ちゃんがやってたのオハスタの、 あのなんかアシスタントみたいなポジションで結構やったりとかしてましたね。さてこれがね結構ね、こう打つじゃん、打って当てるじゃん、で落とすじゃん、そしたらね、あのアシュリーがねこうやってガッツポーズ、こう多分ここじゃないかな、唯一ガッツポーズしてくれるあれなんじゃないかな、思いますけど、これがねなんかねちょっとあんま自信がない、ちょっと嫌な予感はする、結構多分やらかすと思います、なんか無駄にダメージ食らいそう。あ、マシンピストルのあれかな、でもなハンドガンってなんだかんだ使い勝手がねそんなに よろしくないからね、さっさとね打ち切ってしまってた方がいいと思うんですけどね。てかすごい鎖が邪魔で見えない、見えない、ちょ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 、よいって、マジか、やばい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 、
これはちょっと聞いてない。アシュリーが全然あれだね、ダメージ食らわない、落ちろ。あれ今皆さん見ました、あの投げたはずの斧、いった、投げたはずの斧が落ちて、かつでも手に握ってたっていうちょっと逆転現象。めっちゃ正確だわこいつら。ちょっと落ちて落ちて、マジかマジか、やばいやばいやばい、ちょ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 、操作操作操作せ操作せ、あいって、ああこれどこにいるのかなんて、痛い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 、ちょっとガッツポーズしてる暇があったら私を治癒して。ほらなんだっけ、レベッカちゃんはさ、レベッカちゃんはさ、ほら手を握ることによってさ、ゴリスを回復させてたじゃんか。もうそのあれだよ、アシュリーちゃんミサイルでさ、レオンのことを挟んでさ、もう回復させてあげてよミサイル積んでるんでしょ。そうそう、さ前回パートでさ、大統領の娘にしたらでかいおっぱいをだなっていうあれでセリフあるじゃないですか。あれなんか英語だったら、そのミサイルを積んでるのかって、娘にミサイルを積んでるのかみたいな、そんな言葉を言ってるみたいですね。確かにミサイルだよね。でなんかさ、なんか一ところによると、いろんなこの実況者さんとかのやつを見たら、なんかアシュリーのカップは何カップだみたいな、なんかだいたい F から H って書かれてることが多いよね。確かにこの細身でこのサイズだったらね、ちょっと考えられるもんね普通にね。まあどんだけ小さく見積もってもいいと思うんだけど。でもあともう一つ気になってるのが、そのスチームはすごいガバガバなんですけど、こう遠くからこう走ってるのとか見てたらね、揺れ具合がすごいんで、こいつちゃんとつけてんの下着っていう感じなんですよね。多分ノーブラただまあそのニットなんでピチッとはしてるものの、ちょっと残念ながら先っちょが見えないっていう、そんな感じなんじゃないかなと思いますね。何の話をしてるんだ俺。なんかもうこの以前からさっきからもうなんか単にね、もうエロ会とかね、オープン会とかそんなばっかりやってるよね。ちょっと真面目な実況者にならないといけない。ああもうちょっと構成する構成する構成しないとやってらんない。血が新しい何かの儀式が、そうなんです。でも本当何の儀式しようとしてたんだろうな。この夏時に関してはとある方のゲーム実況をやることによってちょっとお見せしたいかなと思うんですけど、何の儀式のためにあれ切り刻もうとしたのかな。ね、斧で真っ二つにする瞬間っていうのがあったんですけど、あまた見えてるよねこれね。ということで、じゃあこのまま納屋に向かっていこうと思います。しかしまあこういうところによくこんなね建てられるとか、あんまりあれだよね、この村のなんて言うんだろうな、その統一感ないよね。ここら辺はどうなんだろう、組み合わせて、ああでも一発だけになるもんな、だったらいらないか。あ違う違う、いけるんじゃ、あいけるんじゃね、こうやって、そうだねそうだね、よしよしよし、うまくはまった。あこれは残しとこう。でこっちは OK 取れたね、よし。でなんかできることある、特になさそうだね。じゃあそのまま向かっていっちゃいましょう。さあいよいよ村もおさばら、おさ、え村もおさらばの時間がやってまいりましたね。うん、で今回ちょっとね、ちょっと実況をするにあたって間に合わなかったっていうのがあるんですけど、また例のその女の子からね、可愛いプリティな女の子から、トークテーマなんかね、ちらって LINE を見たんですけど、なんか夢占いについて語ってくれって言われたんですよね。夢占い全く知らないから、夢を見ないと、夢占いに関してはちょっと下調べをさせてもらってからフリートークのテーマとして喋ってみようかなと思いますね。マジで知らないんですよね、夢占いっていうもの自体にそもそも興味がなくって。小中学生くらいの頃は自分僕双子座なんで、双子座が1位だったら喜んで、なんか12位だったら落ち込むっていうのをしてから学校に出かけるとか、そのくらいはやってましたけど、うん、普通に何だろうな、占いって信じたことないな。なんかラッキーカラーとかラッキーアイテムとかね、そんな全国のその双子座の皆さんがね、なんか白いものを持ってたらみんな幸運になるとかありえんじゃろとかって思うんですけど、結局ああいうのってその薬じゃないけどプラシーボ効果みたいなもんなんですよね。やってそれがうまく当たったら占い当たったってなるし、外れたら外れたで、まあ占いが 100% じゃないよねみたいな、そんな話になっちゃうところっすよね。そんなところじゃないですか、所詮占いなんてものは、ね、100% 当たるなんてね。
ということで、村長さんが真の姿を現したということなんですが、こうならない方が強かったんじゃないの？ねえ、ウェーイ。これは何だろうな、ムカデをイメージしているのかな。とりあえずじゃあ前段ぶち込んでおきましょうか。まあ、前段ぶち込むくらいの余裕はあると思うんですけど、全然知らないね。こんだけ打ち込んでるのに幹のところがあれなのかな。シュシュシュ、ちょっと待って、そんな怒らないで怒らないで。あれこれ全然ダメだね。ちょっと待って待って、じゃあショットガンを使い切ってしまって、でよし、大きい、えはっ、え、村長お強い。え、ちょっと待って、シンプルに村長で殺されたの初めてなんやけど、マジか。うわー、悔しすぎるんやけど、ちょっと、うわー、でも時間が時間なんでね、ちょっとどうしようかな。申し訳ない、ちょっと時間が時間なんで、多分次回パート短くなると思いますが、ちょっと尺の都合もあるんで一旦ここで切らせていただきたいと思います。うわマジか、絶対次回リベンジ果たします。ということでね、本日の動画以上とさせていただきます。悔しい。またお会いしましょう。バイバイ。